メイコ？あら？ミク。ん？メイコ、何か悩んでる？悩んでる？どうしてそう思うの？そんな感じがして。違う？考え事をしていただけよ。今頃。あの子たちはどうしているのかしらって。そうなんだね。でも、なんでかな。ちょっぴり苦しそう。それは。お、メイコ、ミク。あ、ミズキ。今日は一人なの？うん。メイコにいろいろ報告しておこうと思ってさ。メイコ、エナにいろいろアドバイスしてくれたんでしょ？アドバイス？私は、思ったことを言っただけ。それで十分だよ。そのおかげで僕、すごく助かったんだ。僕の居場所を、壊さないで済んだ。みつき。僕はやっぱり、何も変わってほしくないんだ。あ。ん？どうしたの、ミク？急にくっついて。ミズキとメイコが何を話してたのかは、よくわからない。でも、ちょっとだけ、悲しそうに見える。ミク。真冬は、悲しそうな時こうすると、ちょっと、悲しくなくなるって、言ってた。だから、水木にも。そっか。ありがとう、ミク。そう。あの子が、見守る道を選んだのね。ああ、やっぱりいた。水木、先にこっち来るならそう言ってよね。あれ、僕先に行くって連絡してなかったっけ？連絡は来てない。でも、こうして会えたんだし、大丈夫だよ。もう、奏は甘いんだから。みんな、いらっしゃい。うん。今日もミクたちにデモを聞いてもらえると嬉しいな。おー！みんなで聞いていこう！って思ったけど、その前にちょっと一曲歌わない？あ？何急に？今ちょっと、あの歌歌いたい気分なんだよね。あの歌？うん。ここで生まれた、あの歌。いいよ。ミク？みんなは？歌わない？一曲くらいなら構わないけど、ミクがそんなに積極的なの珍しくない？みんなで一緒に、歌ってほしいから。そっか。それじゃあ歌おう。真冬もいい？やったー！それじゃあ早速歌おっか。みんなも聞いてね。悔やむと書いて未来。
歌った歌ったなんかいろいろ整理できた気がするな。ありがとね。みんなも聞いてくれてありがとう。みずき。さーって、それじゃあみんなでデモ聞こうか。そういえば、リンたちは？リンなら、あっちの方にいる。それじゃあみんなで一緒に行こうか。レッツゴー！あ、みずき、そんなに走らなくても。あ、ねえ、メイコ。何？この前は、ありがとう。メイコのアドバイスのおかげで、ちょっと、ミズキに近づけた気がする。どうかしら。え？近づいたと思ったら、遠ざかる。そんなこともあるものよ。そしたら、また近づけばいいんじゃない？え？それで、近づいてもらえるまで待てばいい。そう思えるようになったんだ。おう、みんな行っちゃう。じゃあね、メイコ。そうね。それで、うまくいくといいわね。